アルタクルーナ会です、はい、もう待ちに待ったマットな表側に近いような風合いで仕上げてますよね、うん、これは、はい、ないですよねこれ確かねそうですねこれもいやめっちゃいいですね、うん、色もいいですねこれ色おおかっこいいこれいいですね形によってステッチの幅も変えてますんでこれはやや無骨さが出るようなやっぱミリタリー調のステッチのピッチを変えていつもグジネットワークをご覧いただきまして誠にありがとうございますグジの岩佐です今日はよろしくお願いしますリスケリスケでしたからねあそうですねって言ってもいいんでしょうかねはい大丈夫ですリスケ遅ればせながらというところですねお待ちいただいてたお客さん、はい、入荷自体はね、はい、多かったと思いますのでそうですね、はい、この後ろに見えてるブランドなんですけどねはいアルタクルーナ会です、はい、もう待ちに待った何度も取引先さん、はい、メーカーさんとやり取りをしていつですか、はい、いつですかっていうのをやり取りし続けた商品からそうですね本来はやっぱり9月中にご用意したかったものではあるんですけど、はい、ちょっと10月に入ってしまいましたけども、だいたい揃ってきてますよねそうですね、はい、ちょっと一部ね後からオーダーしたものがまだ入ってないやつがありますけどそうですねでもこれ去年スタートして去年とあとこの春の人気とかすごかったですもんねそうですねパクリようになってきてませんこれまあ今日もねせっかくなんで商品を岩瀬さんに来てもらいながら説明してもらいたいなと思ってますんで、はい、店頭に来てますああなるほどこの間ね6月あの西出監督ともねあのイタリアに工場までね行ってきましてまあまああの北イタリアベネト州のアルプスの麓にありましたねそうですね、はい、もうベネチア一歩手前ぐらいのね、そうですね素晴らしい環境下で素晴らしい職人の人たちと素晴らしい革の技術者たちで生み出されるレザーでちょっと言えないぐらいすごいブランドの作ってましたねそうですねいくつもちょっと僕思い出せないぐらいたくさんのブランドの作ってそうですね どれもすごいブランドばっかりでしたけど、はい、なんか工場もねすごい洗練されてるというかそうですねなんて言うんでしょうこのファクトリーっていうよりはなんか近代的なこう建物というか建物も近代的ですし大きかったですよね建物自体も、ね、働く人たちが基本的にはこう手作業でものづくりをしている、まあ、もちろんミシンを動かすのも手ですし驚いたのは革をカットするのも手でしたし小刃の仕上げなんかも、はい、手ですし結構人の手がかなり通ってきてるなっていう風な印象ですね、はい、早速行っちゃいますムートンからお願いしていいですか、まあ、ムートンからですかあいいですねやっぱり僕もねあの今日はグランサソ師匠としてはね、はい、こうインナーなるほど、ね、来てくる準備してきたんですよもうグランサソあの動画もぜひねご覧いただきたいですね、はい、そうですね、はい、じゃあちょっとジャケット脱いできますねはい、はい、お願いします、はい、じゃあ早速ムートンから、はいはいまあ、まず来ましょうかねそうですね、はい、これ永遠ですよムートンって、はい、もう知ってる人が見たら分かりますよね質があそのムートンを知っている人、はいはい、ムートンのことを知ってる人が見たらそのムートンの質の良し悪しってもうそうですね見た目にも直で出ますもんねムートンって、まあ、実は、まあ、知ってる人がしたら当然やろって言うんですけどあの裏面そっちが裏面ですよね本来はスウェード面なんで、はい、それをこう表側のように綺麗に、なめしてあるんで普通毛羽立ったムートンが多いはずではあるんですけどす、ね、毛羽立ってるかもしくはなんか塗ってんなっていう感じのそうですね、はいはい、ちょっと不自然な感じの照りっていうのも、ねありますよねはい、多いと思いますけどマットな表側に近いような風合いで仕上げてますよねこれは、はい、あのスウェードっぽいのが悪いっていうわけじゃないですか、うん、そうですね、はい、スウェードはスウェードでいいです、ねはい、ここのアルタクルーナのがちょっとこうマット表側みたいな感じの、ねはい、加工にしてあるというところですねこのフィニッシュはかなり精度が高いというかこのフィニッシュはあんまり見かけないですもんね、うん、であとこの色いいです、ね、僕らがチョイスしている色、ね、なかなかいいんですよねこれ真っ黒じゃないんですよです、ねはい、チャコールグレーみたいな墨黒みたいな色です ね, ですね、はい、こういうのはまずこうあんまないんですよねそもそもね黒でいいじゃないですかそもそも、ねはい、普通黒でいいのにこういうの作ってくれてるっていうのがいいですしあとまあそのムートのカットも比較的短めにそうですねカットしてますん で非常にこう上品な感じにこうデザインもライダースっぽい感じですね、そうですね、はい、まとまるような感じですよねで軽くて、うん、あったかくてゴワゴワしないとそうです下薄着1枚で羽織って十分あったかいっていうようなでも形綺麗ですねこれそう中もこんな感じ中こんな感じです綺麗ですねそんなモコモコしてないのがいい全然してないですね、はい、これシェイプどうですかいやそこまで
その実寸的には絞ってるわけではないと思うんですけど、そうですね、はい、そのステッチのカーブとか、はい、うまくこう綺麗に見えるように作られてますね。そうなんかね、確かに着るとそのライダースほどバツバツじゃないんですけど、シュッと細く見えたりとか、うん、この着丈のバランスも良かったりとか、あと袖丈、この折り返さなくても全然あのそこまでめちゃくちゃ長いわけではないんで、まあ、こうやって折り返して着てもいいと思いますし、すね、このまま折り返さずに着てもいいんじゃないかなと思います。岩瀬さんね、ジャケットとかスーツの場合はまあ大体直すじゃないですか。そうですね、これそのまま着ます、これぐらいだと。そうやって着てもいいし、右手みたいにちょっと折り返しても、はい、この襟のね裏がちらっと見えてるんで、こんな感じで、はい、結構リンクしていいですよね。そうですそうです、こういう着こなしもいいかなと思いますんで、まあ、特別これぐらいに収まる方は直さなくていいんじゃないかなと、ね、はい、思います。直しも簡単ですけどね、これはね。そうですね、はい、カットオフになってるんで、はい、いいわこれ。なんか パーツもね、なんかこれ、ますこれね、ムートンのトモ生地になってますよ。これ下がトモ生地で、上はこのなんでしょうね、ジッパーオリジナルですよね。これオリジナルの刻印が入った保温のような素材、ラグジュアリーですね。そうですね、でもこれムートンで肩の傾斜とかアームの付け方が、はい、なんか程よくサルトリアルな感じがするというか。そうなんですよ、もっとムートンって、まあ、傾斜もそうですし肩幅ももっと取りますし、ここ腕、特に腕はもっと太くぶっとくこうモコモコした感じになるのが、こんもりしますよね。こんもりしためちゃめちゃアウター着てんなみたいなになるんですけど、結構シャープな、この辺肘ぐらいから結構細く削ってあって、非常にこうシャープな見た目で、このすっきりした見た目って本当にすごいですよね、うん、ムートンで。そうなんですよ、そうなんです、これなかなかで、この中の仕様もめちゃくちゃ細かいんですよ、まあ、ブランドタグは手で留めてあったりとかね。処理が綺麗ですよね、処理が全部、はい、何か特別な装飾をしているというわけではないんですけど、こういうところ全部パイピング一つとってもそうですし、そうですね、はい、なんかねこの秋冬シーズンね、クワイエットラグジュアリーっていうのがなんか流行ってるらしいんでね、ブランドロゴとかそういう一目で分かる、そういうものではなくて、素材の良さとか品質の良さ、ラグジュアリーを感じるものがまあなんか一つトレンドになってるらしいですよ。ぴったりじゃないですか。ぴったりですね、一見どこのブランドか分かんないですもんね。そうですね、それがいいですよね、はい、はい、うん、背中もこれかっこいいですよね。アルタクルーナではね、うん、よく採用してる1枚、センター1枚使いですね。センター1枚 T 字じゃないってですね、はい、はい、センター1枚は結構贅沢な取り方ですね。そうですね、ここ一番広く取らないといけないところなんで、広い革が必要ですね。そうですね、きめ細やかな広い革が必要なんで、長さとね幅が必要になるとどうしても効率が悪くなりますもんね、はい、前はこれこの幅で済むところを、後ろその倍の幅が必要ですからね、1枚にすると。なので非常に縫い目が少ないなと思うんですね。そうですね、はい、目立たないところに縫い目があって、そうそうそう、普段こうねほぼ見えない、うん、横隠れて見えないようなところですかね、このサイドのところも。これは確かにこのカーブとかもこれ視覚的にいいんですよね。そうですね、はい、シャープに見えるっていう感じよね、うん、ムートン知ってる方からすると値段も破格やし、クオリティも高いし、値段、そう、値段がこのクオリティで値段があれみたいな感じの、あれっていう感じの反応なんです。そうですよね、もっと高そうに見えるっていつも見おっしゃられるんで、ね、だから本当にいいものを、これまでもいいものを買い尽くしてきたような人たちも、これはこれ欲しいってすぐ言っていただくんで、そういう方ほど、うん、多分違いを感じていただけるでしょうね。まあ、ムートもね、安いものであればもっと、ね、安いものからあるとは思うんですけど、はい、明らかに触ると違うっていうのが、はいはい、いいですよね。まあ、聞き慣れない名前やけど、これは本物やなっていう、はい、リアルクロージングっていうのは本物やっていうふうに多くのお客様も評価していただいてっていうところですね。やっぱりこういくら良くても売れなければ続けれないですし、そうですね、大ブームじゃないじゃないですか、はい、別にムートンブームでもないですし、レターブームでも全然、ま、全くないですよね。ない中、この反響っていうのはすごいと思いますよ、はい、ぜひ店頭で、ね、はい、ご覧いただきたいですね。そうです、これはもうこの触ってほしいですね、このね、触ってほしいし着てほしいですよ ね、袖。そう、意外とこう、まあ、ムートンってね、今までお持ちじゃなかった人はひょっとしたら重たいと思ってらっしゃる方がいるかもしれないです。これ、ま、だ普通重たいです。そうですよね、はい、これ普通のライダースぐらい軽いですよ。着るとね、はい、こんなムートン他にないと思うんでね、はい、もう一押しですよ、ね、一押しです、はい、このブランドにしかないぐらいの感じ。そうですね、はい、雰囲気のものですよね、はい、とはいえですよ、はい、とはいえですよ、はい、ではベーシックなシングルライダース、はい、いいじゃないですか。ベーシックなシングルライダースはベーシックであるがためにどこのブランドもありますよね。そうですね、ってなると
余計に差がつくじゃないですか、はい、普通のものであるんで、そうですね、見た目がね、はい、あ、新色出たんですよ、あの黒これあります、ね、前からあったですね、はい、新色出まして同じ形で、はい、新色、まあ、グリーン、ダークグリーンぐらいですかね、もう一見めっちゃ緑っていう感じではないですね、非常に着やすそうなダークグリーン、でもなんかねユーロヴィンテージのレザーとかやったらね意外とありそうな感じ、イギリス人イタリア人主にねお好きですもんね、アメリカンな色ではないですよね、アメリカにはあまりないんじゃないかなっていうような色ですね、ミリタリーのグリーンじゃないんでね、そうですね、はい、いいですねこれ、はい来ました、あの僕常に46なんです、さっきのムートも46、これも46、もうこれ選びます、サイズはめちゃくちゃ吸い付いてる感じしますね体に、そうですね、このやっぱり表側なんでシワ感って来た時に違和感が出る出ないが一番なんですけどね、いいシワ感というか、そうですね、はい、いいドレープかなと思います、なんかこう、ね、レザーの吸い付きってなんかタイトに着るのが吸い付いてるっていう風に思われるかもしれないですけど、はい、そんなことはないですもんね、まあ、体の曲線に合ってるかっていう、そうですよね、はい、ところですよね、はい、それがいい、立体感着るとおそらく44も僕着れると思いますよ、ただ、まあ、このサイズ感ぐらいで選びたいなというところですね、めっちゃいいですね、うん、色もいいですね、これ色、これひょっとしたら赤っぽい色以外何でも合うかもしれない、そうですね、赤合わせるとクリスマスみたいになるまあ確かにあれやけど、あのブラウンもいいし、おそらくグレーとか黒とかそういうモノトーンもいいし、ね、これも本当にステッチが少ないんで、ステッチというか切ってる箇所が少ないんで、本来ここにまあ入ってたりしますよね、あったりとかするのが多いですよね、そうですね、はい、本当にステッチ、これ真ん中ないですよね、これ確かね、そうですね、うん、これも、まあ、これもアルタクルーナのね他のデザインに共通するつなぎ方ですね、さっきもねムトもそうですけど、肩の傾斜もやっぱりサルトの付け方ですね、そうですね、イタリアっすね、やっぱりイタリアのサルトの付け方ですんで、僕も好きでアメリカのライダース、イギリスのライダース、フランスのまあセラハンみたいなのとかいろいろ経験してきてますけど、まあ、これはイタリアやなっていうのが袖の付け方ですね、イタリアの中でも相当うまいですね、はい、ジャケットの付け方です、本当に手で切ってるのってそれかな思います、まあ、その曲線とかその生地の目の角度とかによって型紙置くとこってやっぱり変えたいじゃないですか、うん、そうですね、はい、そういうサルトなやり方をするにはやっぱ手がいいんかなと思います、なので手で顔をカットしてたのかなと思いますね、でもこの縫製の型のつなぎのとことか段差ないですもんね、そうこれがすごいです、倒し方っていうんですか、ね、はい、すごいフラットですもんね、これ普通の不白の生地でも倒して方が上手くないとこうならないんで、布でもそうなのに革でこれなんで、ね、着るとねこうすごいこう体に合ってて、はい、綺麗な、なんて言うんでしょう、ライン出してるなっていうのは、うん、そういう細かいディテールの積み重ねっていうところありますよね、そうなんです、段差はこっち側にはほぼ入れずにこの外側にちょっと入れてるぐらいですかね、こっちに倒してる感じですね、肩の膨らみは出るんですけどこの内側の違和感っていうのは出ないよ、これ本当にサルトの付け方、これすごいっすよね、サルトのなんていうの、肩倒しみたいな付け方ですね、はい、サルトリアルは外に倒さなければ、うん、ここが雨降らしみたいなってそれを楽しんだりもするときはありますけど、レザーの場合はねそうせずにした方がいいんだと思います、これ結構スペシャルな縫い方ですよね、そうですね、この段差が出ないっていうのが一番だと思いますよ、重なる部分って削ぎ方ちょっと厚みも変えてるでしょ、ここの厚みと多分ここの厚みちょっとちゃうと思うんですよ、この重なるところって削いであるんだと思います、力のねあんまりかからないところはね、はい、強度的にもね腕のところとかよりは多少弱くしてもいけると思うんで、限界 0.3mm や言うてましたけど0.3mm のやつはほんまにすぐ破れる感じでしたもんね、そうですね、はい、端と端でね厚み変えてると思います、これはで、まあ、ついでなんで言っておくと全部コバしてますね、コバ磨き、こっちもコバ磨きだから完成してからじゃなくてもうパーツの時点でコバ磨きしてるってことなんで、はい、そうですね、磨いてから、はい、塗ってると、そうです。でも細いコバなんで手じゃないと塗れないって言ってましたもんね。そうですね。なのでここに時間もこれ一発でできないで何回も何層も重ねるんで、そうですね、はい、ここだけでも見応えがあるというか、で目立たないここにもここもやってこっちもやる。でも顔料も結構特殊なんかもしれないですね。この厚みもそんなに出ないし、そうですね。まあ柔らかいじゃないですか。まあ硬いと割れますから ね。はい。でねこれねここも袖、裾。やってますね、これねもしあの他のレザーとかお持ちの方はこの箇所見ていてください、ぜひ、あの全然違うんで、これ折り返してるわけではなくコバ磨きです、なんかやっぱこういう折り返したりとか縫製の厚みを出さないようにっていうのがこのシングルライダースの全体的に言える特徴かもしれない、そうですね、そういうコンセプトで作られてるウェアなんだと思います、うんうん、このブランドはエッジを利かしてシャープに
スパッと見えるようにデザインしてるというか、あとここですよね、ここで、ここを袋のにするんですよ普通は、はいはい、そしたら絶対膨らむんですよ、はい、ここも小鼻なんでピタッと閉じるなりますよね、はい、ここなんかくるんとなってるというか ふんわりになってますもんね。ほとんど全てのブランドが丸くなるはずです。なってますよね、はい、このぐらいの域になると工芸品ですよ、うん、普通はこっちのこうですもんね。全ての箇所にほぼこの手法が、この袋縫いみたいな手法が取られるわけです。普通のレザーはね、はいはい、袖先、裾、ジップのフロントジップのところ全てこうなるところの方が多いですよね。そうですね、はい、あえて断面を見せてシャープに小刃磨きをすることで全体的なスッキリさを出してるっていう、いろいろ見てきてますけどやってないんですよどこも。やってない、はい、それがいいですよね。そうですね、はい、前人未到の境地っていうんですか。そうですね、はい、それがいいですよね。いやすごいと思います。吉田正尚の応援歌にあるそうですね、前人未到の境地ですこれ。着心地もいいです、あの硬さ、あのなんていうんでしょう、違和感、こう動かした時に違和感もないですし、はい、パーツも先ほどのご紹介したオリジナルのパーツとこのトモ生地のパーツの併用ですね、はい、高級感ありますよね。ワイエットラグジュアリーな感じです。そうですね、特徴もパッと見は分からない。さっきなかなか ご説明してますけどパッと見は分からない。パッと見は普通ですもんね、はい、ちょっと分かりにくいんですけど、やっぱりなんか馴染んでますよっていうのは、うん、多分そこにカクカクってならないじゃないですか。なってないですよね、はい、無理がないですもんね、これ着てて、はい、工場にも革業者さん出入りしてましたもん ね、いましたもんね、はい、偶然だと思いますよ、ね、はい、革もすごいこだわりあると思いますし、実際すごく滑らかなタッチなんですよね、まあ、その縫製とかこの処理とかでトータルバランスが非常に優れていますよね。いやすごいレザーですよね。これもぜひ着ていただきたいですね、はい、今までレザーっていいけど肩こるとか重いとか、そうですね、そう思われて敬遠されてた方多いと思うので、まあ、もちろんレザーって黒が大人気ですし、はい、もうダントツ一番人気なんですけど、僕実際黒のレザーってあんまり着ないんですよ実は。確かにあんまり着てる姿見ないかもしれないですね、うん、なんかベージュっぽいのとか、ベージュっぽいのとか茶色っぽいのとか、茶色っぽいのとか、あとネイビーとかもそうなんですけど、す、ね、普通ジャケットとかであんまり試せない色とか、はい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 、好きでカラーの処理でね、まあ襟ですか、この巻きつき感すごい曲線やと思う。これ違和感なくない、ちゃんと首にまとわりついてるいうか、このボディとの一体感があるっていうか。そうですね、うん、じゃ続きましてですよ、はい、もう一つちょっと特別ですね。次これいきます。 A2 タイプですね。そうそう、 A2 タイプ、僕たち第一次あのヴィンテージブーム通った人って、はい、最も憧れた形じゃないですか。まあ、僕は MA1 とかでしたね。あ、フライトだけといえばね、はい、まあ、あの革といえば、まあ、でも A2 と G1 じゃないですか、まあ、そうですね、そうですね、はい、もう手が出なかったですね、手が出ないですね、はい、当時、はい、おーかっこいい、これいいですね。形によってステッチの幅も変えてますんで、これはやや無骨さが出るような、やっぱミリタリー調のステッチのピッチを変えて、まあとはいえサルトリアルな感じはしますけどね。そうなんです、ね、隠しきれない上品さがありますよねこれ。でムートンはもう切りっぱなし、はい、筒袖タイプ、これはカフスタイプなんですよ。こういうところもやっぱりこだわったディティールだと思います。ではこのシャープなカフス、細幅ですね。そうです、そうです、普通倍ぐらいありますもんね。そうです、そうです。でパーツもスナップボタンが表には出ないようにしてたりとか、革はやっぱいいな。そうですね、相変わらずいいですね。この革がいいからそのプリーツも綺麗ですもんね。このプリーツこういうのができるっていうことですね。革がいいのと、おそらくこう縫い重なるところは少し削いだりとか、うん、はい、そういう作業が入ってますんで、めちゃくちゃ綺麗ですよね、はい、このジャケットの特徴はこのね、パッチポケット、こうじゃないとね、 A2 タイプは。そうですね、パッチポケットと、まあ、サイドからこれ入れれるポケットで襟がつくというところです、はい、あと裾のリブですよね。そうですね、ほんまものやつやとね、めちゃくちゃギュンギュンに絞られてるんですけどね。ね、なんかこんなになるもんね。こんななってますもんで、すぐ伸びてくるんですよね。そうですね、ほんまもんはね、はい、でもこれはね、なんかこうストンとこうシルエットがちゃんと落ちるように、うん、そうそう、しっかりしてる、うん、いいテンションでね、つけられてるんで、ね、ね、この生地の取り方はこだわりなんよね、もうね、そうですね、完全に、はい、これですね、はい、やっぱこれも群毛の奥、ここで一回割るじゃないですか、はい、この肩の後ろの部分で、はい、まあそこはせずにもうやっぱりアルトナ付け方をここ、ね、袖先はしてますよね、うん、まあ、それでも十分着心地がいいので、そうしてる、可動域取れてるんで、うん、そうしてるんだと思いますね。すごくいいな、これめちゃくちゃいいですよね。でこれあえてここにテープ貼って、それこう、ね、切りっぱなしにただするんじゃなく、こう重なるところをテープ状のものを縫い合わせて、また小刃処理、
すごいなと思います。ただそのなんか箇所によってはこうやってこう袋縫いにして重ねて、デザインの一環として、デザインの一環でそうするべきところはそうして、手間暇本来かけんでええようなところを、いやまあその辺はやっぱりね、そのデザイナーさんのバランスなんですよね。そうですね、はい、いわゆる A2 とか G1 のミリタリーのベースのものって結構でかいんですよ、うん、そうですね、はい、結構大きいでっかいシルエットなんですけど、やっぱりこの表面のこうシャープな取り方がシェイプが出てる、そうですね、はい、で細い腕、全体的にかなりスッキリしたモデルですね。ただこれも46のままで僕は着ます。 あえて大きく着たいわけじゃないですね。 このままいつものサイズ感で着たいなと思ってますね。これは、まあ、レザーってねいいですよね。このぐらいの厚みのものだったら釣りシーズン着れますし ね、うん、そうなんです。で中の感じ、中もゴワゴワしない生地、非常にこうスルッとした、はい、いい滑りのいい生地を使ってますんで、まあ、フルシーズン楽しんでいただけそうな、そうですね、はい、まあ、温度調整はインナーでしてくださいって感じですね。そうです。このリブもね、これウールじゃないですもんね。ウールじゃなかったと思いますね、うん、これ、そうそう、ウールとかアクリルやと結構チクチクするんですけど、春夏着るとそれがオールシーズン着るとなると僕こっちの方が嬉しいんです。コットンベースの方がすっきり見えて、春夏も違和感がないと思いますんで、しかも色もあるじゃないですか、贅沢にも。そうですね、はい、焦げ茶ですかね。これの方がややミリタリーを感じるような、いや、はい、もうズバリのミリタリーですね。比較的ズバリな色ですね、焦げ茶ね、はい、まあ、もうちょっと明るくてもいい、まあ、ズバリかもしれないですけど、そうですね、 G1 とかには多い色かなこれは、うん、はい、いわゆるこう昔のねミリタリーのフライトジャケットの色ですよね。そうですね、はい、ラギット感もっとさらに出したい人はこれで。でも茶色でもあのラグジュアリーですよ。これ絶対ラグジュアリーやね、はい、決してラギットではないような感じは。ラギットっていうちょっと あれやね、武骨な感じにはならへんもんね、はい、これはね、素晴らしいレザーブランドだと思いますね、うん、これは売れると思うそうですね直球ですねこれだって男の人欲しいですよこれ。ライダース揃ってる人次こういうの欲しくないですか。そうですね、ドライビングブルゾンとかこういうタイプ、うん、ミリタリーブルゾンってやっぱりなってくると思うんですよ、はい、ライダースのお次はみたいな感じで、うん、はい、で冬用にはムートンでって。そうですね、揃ってますよね、うん、さっきのね僕グリーン欲しかったんですけどこれやばいっすねそれもいいですね、はい、ブラウンとか白で合わせてほしいです、はい、トガさんの白、はい、ブラウンとか白で合わせてもらいたいですね。真っ白じゃなくていいですよ、オフホワイトとかね、はい、そういう、はい、色で、まあ、冬のね白ってすごく贅沢なスタイルに見えますもんね。はい、個人的にはこれかな、やっぱり緑かこれ。あ、そうですね、緑かこれなんですけど、まあ、こっちの方が好きかな。緑も似合ってましたけどね。いやまあそうですね、両方持ってないパターンなんでそれがいいですね、はい、これはじゃあ岩瀬さんも検討中ということで。そうですね、まあまあ、イタリアまで行ってしまったんで。そうですね、はい、いいとこ見ちゃったんで、ね、いやいい工場でしたね、はい、はい、見ちゃったんで、はい、そのチームを撮影したと思いますけど全部アイロン掛けしてますからね。あ、そうですね、はい、全て癖取りしてアイロン掛け、それもねフィニッシュの良さだと思います、はい、やっぱり動物の皮なんで、はい、物によってシワ感とか変わってくると思うんですけど、 それもこう綺麗にプレスによって取り払って本当に綺麗な見た目に仕上げて、本当に綺麗ですよね。一個一個全ての箇所を人の手でアイロンしてました。これちなみにこれでもうこの秋冬は全部揃っている感じですか。それがこっちもですか。なんかそうじゃないみたいなんですよね。ムートンなんか噂によると3色やってるらしいですよ。あ、そのムートンちゃんと入るのかな。いや入る予定になってた、入ってくる予定のはずですよ。色が確かベージュとブラウン系の色、はい、とこのチャコールグレー、この3色、ムートンがまさかの3色になってるっていう風にバイヤーさんから聞きました、ね、いや、あの気合の表れですよ。足らないんちゃうかなと僕は睨んでるんですけどね。それは監督がそう言うなら、はい、見る前に終わってしまうみたいな。確かにね、はいはい、ありましたよね。そうそう、ご覧いただく前にあの完売してしまうということがあったんで、今やとありますみたいな 今やとなんとか、はい、今やとあの触れますみたいな、切れます、触れますみたいな感じですね。あとフードのやつが、あ、そうか、ムートンのフードタイプのブルゾンがラグジュアリーさしかないような感じじゃないですか。もうラグジュアリーの極みかもしれないですね。極みみたいなムートンのフーディーも入ってくる予定にもなってますんで、大ボリュームですね。そうですね、まあ、ぜひね注目していただきたいですね。注目はしていただいて間違いないかと。ぜひ店頭の方で、グジの3店舗で取り扱っておりますので、ぜひともお待ちしております。ではまたよろしくお願いします。